やめし黒木は、福岡県やめしにある、重要伝統的建造物群保存地区。やめし黒木町黒木及び黒木町桑原の一部、約18.4ヘクタールの範囲である、地区後黒木とも呼ばれる。やめし黒木は、猫王城の城下町として定着し、廃城後は豊富な山産物を扱う久留米藩の在京町として発展した。年に、 やべ川と笠原川の合流点の北西にある、祖山なる神社を起点に、現在の下町が形成され、その後東側に伸びるように、中町と上町が形成された。その際に中井手用水が整備され、1714年に黒木巡る水路が整備された。町屋はいくら作りと呼ばれるもので、入りもや作りで、つま入りの2階建て、浅川らぶきの屋根が基本となっている。外壁は、 軒裏まで漆喰で塗り込められており、防火性の高い。明治後期から対象になると、新壁作りや洋風建築も見られるようになった。2009年6月30日、黒木町黒木として、重要伝統的建造物群保存地区に選定された。2010年2月1日に市町村合併により、黒木町が八女市に編入されたため、登録名が八女市黒木となった。 宿命省、八女市、黒木種別、在京町選定年月日、2009年6月30日選定基準、伝統的建造物群及びその周囲の環境が、地域的特色を顕著に示しているもの面積、18.4ヘクタール。ありがとうございます。